はい、台風去りましたね。皆さんどうでしたか？まあ、これからちょっと仕事なんですけど、仕事前に様子ですね。アルマ。さあ、一気に気温がね、下がってすごい寒いですよ。昨日の夜からなんですよね。なんかこんな感じで行くともうちょっと小さい果実はもう無理なんじゃないかななんて最近ちょっと諦め気味なんですけど、これもね、成長遅いんですよ。やっぱね、ここ水が悪いんでしょうね。アルマ、これビオレソリーです。でもまあまあ、しっかりは枯れはしないんですけどね。ロイヤルビニヤード。コマドリア。コマドリア。コマドリア、樹勢強いですね、なんかね。すごいですよ。これが名前のわからない、わからないですか、忘れちゃったやつですね。泥跳ねがすごいんですけどね。泥跳ね対策何もしてないんですけど、これイチジクって自分で葉っぱを落としたがるじゃないですか。それこうやってポコって触った時に勝手にポロって取れちゃうのありますよね。葉っぱでも何でもね、自分でこの葉っぱいらんわみたいな感じで落としますもんね。サビ状でも、何でも、こういう風にやって、こういう風にやって、なんか、もう弾力がないっつうか、ポロって勝手に取れちゃうのありますもんね。この、ここの実はね、なんか全然落ちなくて、ずっと、あれ、一個増えとる。ここと、あそこしかなかったんですけど、一個増えてる。やっぱ、ここにも増えとる。まあ、もう無理でしょうね、きっとね。多分ね。この諦めがダメなんですかね。なんか無理っぽい気するけどな。もう無理っぽい気するけどな、とか。こういう会話も聞かれてて、無理だと思ってんのみたいな。無理っぽくね。ここにもちっちゃいのついてるんですけどね。この気温の変化が、もうなんか予報だと、すごい寒いですもん。今ここで、千葉でもね、結構寒い地域なんですよね。気温がね、多分6度とか7度ぐらいしかないんですよ、今。で、問題これなんですよね。これ葉っぱ枯れるんですよね。でもまあ新芽が出てきてて、カミキリムシかなと思って、思ってて、こういうところね、見てもね、特にね、こう、やられた感じがないから、多分ただ単に水不足なんじゃないかな。でもまあ、ずっと今週は雨予報なんですよね。無理やり曲げるの好きですから、これあまり曲げるの良くないですよ。曲げんのね、成長、イチジクの成長自体にね。でもまあまあ、じっくり幹が太くなってくれば大丈夫なんじゃねえかなーなんて思ってね、やってるんですけどね。についてるんですけどね、こうやって、ダメな実はね、こうやって触ってるだけでちっちゃいうちからポコッと取れちゃうんですよ。鉢植えの方ね、結構ね、実が落ちてましたね。これがロングドゥート、ほら地植えでもこうサビが出ますからね。こんだけ風通しいいとこですよ。やっぱこの時期的なもんで、やっぱカビが繁殖しやすいらしいんですよね、この時期ってね。やっぱりこれもサビ病が出てきましたね。まあほっとくんですけど、
ホワイトイスキアですね。でこれ麻酔豆腐。麻酔豆腐は身がどう思います？いけそうな感じ、微妙ですよね。もう一回ぐらいちょっと気温が25、6、7の日が続いてくれりゃいいかなって感じですかね。ちょっとこの辺も空いてきたんで、2、3種類鉢植えをこっちに移そうかなと思ってますけどね。ブラックマテーラーあたり、でも、これ幼虫が挿し木ですね。ちょっとまだこの雨良かったかな、どうですかね、吉と出るか。あ、ほらこういう風に取れちゃうんですよ。あのしっかりしてるうちは葉っぱを落とさないように頑張るんですけど、もうダメです、葉っぱはダメですね。まあ幹の方がしっかりしてるんで、まだ枯れてる様子がないです。ロンドボルド、なんかロンドボルドとホワイトイスキアばっかりいっぱいあるんですよね。なんででしょうかね。これもサビてきてますね。しょうしゃーですね。そして何かを、まあいいや。とまあ台風被害もね、建てたビニールハウスも。まあ、大した、全然こっちね、風も雨もね、普通の天候が悪いぐらいで、大したことなかったんですけどね。そうそう。こっちにもさつきが。ああ、先端枯れ始めてるな。枯れ始めてるからダンゴムシが食い始めてる。ダメかな。ダメかな。ダメですね。そんな感じです。では、また仕事行ってきます。